たかな、着いた。おう、おはようございます。旬です。いや、本来今日は利尻、日本百名山利尻、北海道私の最後の百名山ですね、登る予定だったんですが、もろに台風11号の影響を受けまして、フェリーが乗れず、なんと結局今名寄に来てます。で、朝飯食う前にちょっと名寄の山をさらっと走って、またこれから稚内に向かいます。では早速とライドしたいと思います。では、ほいでは。あ、やば、大丈夫か。けど結構石が、お、こっちか、石が転がってて、安心しては走れねえな。こっちか、こっちか。すごいね、秋秋。ちなみに今朝名寄は13度でした。めっちゃ寒かった。うん、どこだ。ルートが分かんないから思いっきり飛ばせん。あ、怖い怖い。ゲレンデ直通しました。なので直下り、わお、うわ、週末ここで大会があるそうです。
このゲレンデ直登で登るらしいですよ。まあ、もちろん自転車じゃないですけど。めっちゃ綺麗。めっちゃいい天気。本当はここに利尻見えるんだけど。めっちゃ風強いんで声が入るわ。これめっちゃいい。あそこねすごい良かったら走りたいけど、さすがにねもうまた今から下ったら稚内まで行かなきゃなんないんで、さっさと下ります。これ乗れなそうだな。おもろない。全然見えん。なんかあったら終わり。お、いった。なんかメタルパッド、うっさ。鈴いらねえな。ピアンゴヤ。よし、あとはもうこの山は登山道というより林道なんで、一気に降りちゃいましょう。
ま張り切る。ギアがもう一枚欲しい。終了。はい、下ってきました。さあ、早朝から名寄の山2つ登ってライドをしてきました。まあ、どっちもまあまあ楽しかったかな。特に今2本目のやつは林道だったんで、しかも結構綺麗な林道なんで、まあぶっ飛ばせたかなと。まあ、山ちょっとぶっ飛ばしたい時は意外といいかもしれない感じです。で、本当は今日利尻を登ってるはずだったのに、まあ台風11号の思いっきり影響を受け、今日はライド、名寄でライドをしてましたけど、で明日利尻に移動して10日日本百名山、北海道の百名山、自分の中では最後の1個は利尻山ですね、登りたいと思ってます。まあそんな間の今日はライドでございました。名寄の山2つ楽しんできました。ぜひ次の動画で皆さんまたお会いしましょう。さようなら。次は利尻行けるといいな。